今日は、陶器シリーズ、先行販売ということでちょっと告知したいと思います。まあ、今まで作ってきたこのドクロのマグカップ、茶色、白、緑、まあ、それぞれの日本語の呼び方もあるんですけど、焼き方の呼び方っていうのかな、あるんですけど、まあ、この3種類、それと、この大きな方のお皿になってるんですけど、左右あって、これも緑、白、茶色とあったんですけど、今回新作がこちらです。わかりやすい感じだと思うんですけど、今回は、ドクロに続く新作のシリーズとしてはデビルになります。ちょっとこの持ち手の部分とかにちょっとこだわって作ってみたんですけど、まあ、いわゆるレッドデビルって言えばいいですかね。あの色は、まあ、あのドクロに合わせて緑で、茶色で、今回はこの、まあ、ドクロはね白っていうのがなんか基本カラーだったので、デビルの方はまあレッドデビルっていうのが定番だと思うので、まあ、あの赤の今回はこの3色、今回はこの3色を、新作で発売します。はい、で、レッドデビルの方のと、あとドクロのコップも一応先行予約同時に受け付けようと思ってるんですけど、一応今回皿は作らないんですけど、またこのドクロのコップとドクロのコップとデビルのコップ両方とも先行予約をまた開始しようと思ってます。で、期間の方が7月1日から、7月11日の月曜日までかな。一応その期間は1500受け付けようと思ってるんですけど、まず最初に、全国のレッドテール販売店様、バイスオリジナルレッドテール、販売店様の方を1500開始しようと思ってます。バイス店頭もしくはバイスのオンラインストアからの、予約っていうのが7月の6日ぐらいかな、水曜日か木曜日ぐらいから、受付しようと思ってますので、バイスで注文したいななんて思ってくれてる人がいましたら7月6日からぐらいになってます。で、例えば全国のね、バイスレッドテールのオリジナル商品を販売しているお店さんがお近くにあるようでしたら、そちらの方でもご注文いただけると思いますので、よければまたそちらの方に行って、資料の方など見ていただいて、注文していただければいいななんて思っております。とりあえず何色が分かりやすいか、まあ、レッドテールなんで赤でいこうかな。この赤なんですけど、今回新しい、今までになかった色なんですけど、なんかこれもまた、なんつうの、焼き物特有の出来上がりになってるんですけど、仕上がりになってるんですけど、ちょっとなんかキラキラするんですよね。あんまちょっとまだ詳しくこの内容聞いてないんで、今の時点では、ひょっとしたらなんか金色っぽい粉が入ってるのかな、ちょっとわかんないですけど、なんか独特なこの赤になってるんで、これもなんかまたそれはそれでかっこいいかな。で、さっきも言ったんですけど、この取っ手の部分がデビルの尻尾みたいになってるんですよ。なんかあってちょっと持ちづらいっちゃ持ちづらいんですけど、なんだろう、ここのお湯っていうのにちょっとこだわって作ってみたんですけれど、で、まあサイズの方は本当このドクロのマグと一緒ぐらいなんで、容量も一緒ぐらいだと思います。なんで、まあ、ドクロのコップとかね、以前ご購入していただいた方に、また、なんだろう、こう、飾る人だったら、こう、2個並べてもらってもいいし、例えばグリーン、前回買ってくれたって人は、またグリーンで並べてもらってもいいですしとか、まあね、好きな感じで、ご注文いただけると嬉しいかなと。で、多分発売が、8月上旬中旬あたりにできていったらいいなと思ってるんですけど、ちょっと時間がパツパツなんでどうなるかわかんないですけど、一応まあ8月真ん中ぐらいまで見といてもらえれば納品できるかななんて思っています。いい感じだと思うんですけどね。やっぱレッドデビルとドクロっていうのは定番中定番なんで、一応今回はこの2種類、1500円、始まりますので、またよろしくお願いします。そんな感じで今日はサクッと終わってしまっていいでしょうか。ではそんな感じで今日はバイバーイ。